アンジュビエルジュはメディアファクトリーが2013年10月4日に発売したトレーディングカードゲーム。2016年7月から9月までアニメが東京 MX 他にて放送された。アンジュビエルジュは2人で対戦するトレーディングカードゲーム。企画、開発を藤見書房が発売、販売をメディアファクトリーがゲーム開発をユタカラドが行っている。略称はアンジュ。 2013年8月16日、プロダクション IG ポイントピクチャーズ制作のプロモーションアニメ公開。カードはプログレスカードとアクションカードの2種類のみであり、シンプルスピーディなゲームシステムと公式サイトにて、称している。カードのイラストは美少女となっているが、他のアニメなどのキャラクターを用いないオリジナルキャラクターである。2014年12月6日に、 アニメ化プロジェクト指導が発表される。2017年4月20日、公式サイトに TCG 商品展開休止のお知らせが掲載され、次の TCG 関連の商品展開の目処は立ってない状態であるが、後日のゲームアプリ上では更新継続中となっている。プレイヤーは54枚ちょうどのメインデッキを構築する。エクシードデッキは0から10枚で構築する。レベル0の プログレスカードを4枚ちょうどレベル0ではない。リンクフレームを持つカードを16枚ちょうど入れなければいけない。ゲーム開始時にお互いのプレイヤーはレベル0のプログレス4枚を配置する。先行プレイヤーは山札から手札が5枚になるように引く。後校プレイヤーは山札から手札が6枚になるように引く。先行プレイヤーはエナジーゾーンに1枚エナジーを置く。後プレイヤーは エナジーゾーンに2枚エナジーを置く。エクシードカードを先行プレイヤーが1枚、後攻プレイヤーが2枚標速にする。このゲームは自分のプログレスにて、相手のプログレスへ攻撃するが、攻撃できるのは正面のプログレスに対してとなる。自分のターンに山札から2枚ドローする。その後山札からカード1枚をエナジーゾーンに配置する。メインフェーズでは、 場にあるプログレスを捨て札に置き、その場に手札から新たなプログレスを配置することができる。エクシードフェースではエクシードカードをプレイできる。アタックフェーズにて自分のプログレスを選択し、相手に攻撃をかける。自分のプログレスのパワーが相手のパワー以上の数値であれば、アタックは成功となる。この時、プログレスカードに記載されるストライクという数値分だけ。 相手の山札をめくり、リンクフレームを持つカードは、相手の捨て札へ、リンクフレームを持たないカードを、相手のダメージ像に置く。またアタック時に、自分のプログレスがリンクの能力を持つのならば、リンクの使用宣言を行い、カードに記載された枚数を山札からめくり、めくったカードのリンクフレームのアイコンの種類と枚数を、判定する。これが条件を満たすのであれば、 リンク能力の効果が発動する。めくったカードは自分の捨て札に置く。こうして相手のダメージゾーンにカードを8枚置けば勝利となる。山札の消費が激しいゲームであり、山札がなくなった場合は、捨て札からリンクフレームのあるカードを1枚ゲームから除外し、捨て札を新たな山札とする。上記アニメ登場人物以外。 青の世界黒の世界赤の世界白の世界緑の世界 TCG を中心にスマートフォンアプリ、コミック、声優ユニットなどが展開されている。以下のキャラは、クエストストーリーおよびイベントストーリーのみ登場。アンジュ・ビエルジュ・プルミエを月刊コミックアライブにて、アンジュ・ビエルジュ・リンケージをドラゴンエイジにて、アンジュ・ビエルジ・ュクロス・ LINKS を電撃ジーズコミックにて、 アンジュビエルジュプラスをコミックニュータイプにて連載する。2016年7月より9月まで放送された。男性のみとされていたアルファードライバーの性別に女性を組み込んだりとアニメ独自の要素を取り入れている。また、格は頻繁に入浴シーンを取り入れている。当アニメ版ではアニメオリジナルのプログレス5人を中心に描く。スタッフ主題歌格話リスト放送局 BD。 DVD ありがとうございます。